米スポーツ専門局 ESPN は29日、日本時間30日、ボクシングの井上尚弥、大橋を2023年の年間最優秀ボクサーに選出したことを発表した。海外メディアでは各自で選定を行っているが、米大手放送局に評価される快挙。26日の世界スーパーバンタム級4団体統一戦でマーロン・タパレス、フィリピンを10回1分2秒 KO で撃破し、史上2人目の2階級4団体統一を達成した。クラスを上げマッチメイクの妙も、井上は昨年12月に世界9人目の4団体統一をバンタム級で達成。一つ重いスーパーバンタム級転向初戦となった今年7月、スティーブン・フルトン、米国に8回 TKO 勝ちで WBC と WBO の王座を奪った。今月26日にタパレスを破り、2階級4団体統一の偉業を達成。男子ではウェルター級のテレンス・クロフォード、米国に次ぐ世界2人目となり、史上最、この結果は、世界的には軽いクラスである SB だからが強い。ライブ中継を見れば我が国の司法の凄さと穴がないえげつなさが理解できると思う。個人的には、イクラム杯のビッグネーム同士の一戦に干渉したとはいえ年間1試合しかしていない。クロフォードより、2人の世界王者が何もできないまま完敗で軍門に振ることになった井上選手を評価します。おめでとうございます。長い日本ボクシングの歴史の中でこんな日が。ビデオをご覧になっていただきありがとうございます。LIKE して下にコメントしてください。新しいビデオを見えるようにチャンネルを登録してね。誠にありがとうございます。